全部お前のせいだ。お前のせいで私はこうなった。リコ、サイダリコは俺の操り人形だったんだ。思うならビーストを憎みなさい。え？その憎しみを力に変えるの。絶望から立ち上がるのに憎しみが必要だった。でも Area 6.221 にてビースト振動波を確認しましたが、一瞬だったため追尾できませんでした。現場にはすでに処理班が到着しているので、和倉隊長の方で状況の確認をお願いします。石堀、MP に連絡だ。了解。処理、マップデータを出してくれ。了解。こちらナイトレーダー、 MP 応答願います。ええ、はい。マップデータ出ました。MP からの報告です。どうやら被害があったようですね。目撃者が1名、前を走る乗用車に何か怪物のようなものが襲いかかったのを見たそうです。襲われた車に落ちていたデジカメの写真です。これはもしかしてあの時の。ええ、この家族を知ってるのか。たまたま動物園で会ったんです。目撃者によると、ビーストは両親を殺害後、その死体と一緒に子供2人を生きたまま連れ去ったそうです。なんで子供は生きたまま。おそらく人質。まさかあの家族は僕と出会ったために。男なら誰かのために強くなれ。歯を食いしばって思いっきり守り抜け。転んでもいいよ、また立ち上がればいい。ただそれだけ。できれば英雄さ。男なら誰かのために強くなれ。女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない。これが正しいって言える勇気があればいい。ただそれだけ。できれば英雄さ。別荘。いつ着いたんだ。わかんない。私もさっき気づいたの。お父さんとお母さんは。キッチンにいるけど、なんか様子が変なの。
食事にしましょう。ポイント274に微弱ですが先ほどのビーストと同じ振動波を確認。状況を把握するためまずはチェスターアルファ一機で向かってください。ビーストめ、あの家族を襲うなんて許せない。それでいいの？その憎しみが戦う力になる。私はずっとそうしてきた。副隊長はなぜビーストを憎むんですか？同じよ。え？愛する人たちをビーストに奪われたから。さあ、行くわよ。はい。なぜ戦う？誰にも称賛されずボロボロになりながら何のためにお前は戦う？そんな孤独な戦い続けても虚しいだけだぜ。ポイント274。あれね。二人ともどうしたんだよ。なんか変だよ。母さんの言う通りだ。二つの皇帝は人間じゃない、ビーストよ。子供たちが危ない。行きましょう。この振動波は痛みなど誰も理解しやしない。お前が今助けに行こうとしてる子供たちなんてな。ほら食べなさい。やめてお父さん。食べるんだ。やだよ。本当にどうしたんだよ。やめて。いやお父さん、やめてお父さん。うるさい。子供たちを離せ。待て。誰かに分かってもらおうなんて思ってない。俺はただ俺が得た光の意味を探し続けてるだけだ。ナギ、よく見ておけ。これが俺の今の姿、俺の力だ。
母さん、お父さん、やめろよ。あーもう行くぞ、来るんだ。お父さん、ビースト、やめろこいつ。離すんだ。あいつはお母さんじゃない。お父さんとお母さんもう死んでるんだ。ふざけんな。そんなことあるわけないだろ。おぞましい姿だね、悪魔メフィスト。例の山中に巨人が現れました。全員出動願います。でもあの子たちが。ナギ、間もなく我々も到着する。チェスターアルファで合流しろ。なんでまた2匹いるわけ。1匹はこの前死んだんじゃなかった。よく見ろ、模様がまた違う。隊長、あの黒い巨人はミゾロギ深夜です。ミゾロギが、
生きてたのか。細胞が生き残って再生したんだ。巨人よりビースト殲滅を優先します。新フォーメーションの威力を試すいい機会です。合体してメガキャノンチェスターでノスフェルを殲滅してください。了解。各機メガキャノンフォーメーション。了解。了解。石堀、ターゲットまでの距離は？右前方200メートルです。ガンスタビライザー、オールグリーン。了解。こいつだけは絶対に許さない。子供たちが発見されました。男の子は無事です。しかし女の子の方は一命は取り留めましたが重傷です。重傷？ノスフェルの眉間のコブに囚われていたようです。
リコを撃ったんだよ。僕許さない、お前は一生許さないからな。クソクソ、落ち着きなさい。ほら一緒に病院行こう。離せ離せよ、離せ離せよ、落ち着きなさい。離せ、大丈夫よ、明日には全部忘れてるから。一度も嘘をつかないで、一度も後悔はしない。黙って見てろよ。奴が闇の世界へ転落していく様を。